みなさんこんにちは、レナです。今日はここに来てます。スシロです。めちゃめちゃ久しぶりなのでめちゃめちゃ楽しみにしてました。スシロで美味しいものをたくさん食べたいと思います。レッツゴー。あーやっちまった。番号を取りましたけど。やっちまったやっちまった。35分待ちです。お呼び出し番号札をかざしてください。呼ばれる。Calling for customers with ticket number 525.お待たせしました。ちょうど35分ぐらい待ちました。この番号を取った時にあのシステムに35分ぐらいかかりますって書いてあったので、ジャスト35分、スシローのシステムがやばいです。それではいらっしゃいませ、12番席って書いてあるので注文しましょう。なんか今キャンペーンやってるかもよ。今日はスシローの日、年に一度の超恩返し、恩返しってわかる？ Yes。 あ、わかる？恩返し、その恩返しの意味はわかるでしょうか。あれがあのなんかいいことが返ってくるみたいな感じじゃなくて、そうそう、いつもありがとうっていうサンキューバック、英語だとなんて言うんだろうね、英語で恩返し。あの日本人のそんな温かい気持ちは海外にないかもしれないよ。そういう言葉がないんかな。ドイツ語とかにあるの恩返しって。海外にそんなにないかもしれない。何食べましょうかね。何食べましょう。レナがさ、国産生サーモンとか美味しそうだよ。わかんない、一番最初に出てきたよ。回転寿司に来て一番最初に注文するものは何か。カニがある。うわ、うまそう。めっちゃ美味しそう。見て、100円じゃない、100円じゃ、400円。じゃあレナが高いものに行くよ。わかんないの。一通り注文終わった？いや、全く終わってないけど、まだなんか多分4分の1とかしか見てないけど、もう8個ぐらい注文しちゃったよ。もう大量に頼んでる。美味しそうなものがありすぎて。あ、到着した。もう来た。早っ。おお、来ました。かわいい。あ、こういう感じになってんだ。すごい。これなんか電車の、あの、ね、駅みたいな、この、自分専用レーンに。専用に行く。あ、また来た。到着した際には、お帰りください。何これ？マウンテンローストビーフって書いてあったから。すごっ。バンバン来るわ。レナ。やばい。渋滞してる。あの速さがやばい。もう喋る時間が なさすぎて、注文して1分とか2分もかかってないよ。あ、また来た。全部来ました。はい、一旦揃ったね。好みがめっちゃ分かってるよ。これを見て。エビが多い。エビとサーモンが多い。エビサーモン。まだ全部メニュー見切ってないからね。そう、全く食べてきますか。はい、それではいただきます。お寿司は基本的には冷めないよね、もう冷たいから、うん、でもこれはなんか、ね、お寿司乾くからね。乾くネタが乾く。乾く、あんまり置いとくとあのドライになってくる。そうなの。その回転寿司でもマックスでも4つしか注文できないのはその理由かもしれないよ。その理由か。頭いいよ、賢い。はい、食べましょう。うわ、これはホタテ？ホタテ。全部ホタテか。3種類のホタテ、食べ比べ。うまそう。ホタテ大好き。うん、めっちゃ美味しい。作りたてであったかい。シャキシャキしてる。熱々。うん。次は一番最初に選んだ高級サーモンです。これ1貫しかないじゃん。そう。タカとシェアしない。残念。190円のお皿。Yes。いただきます。めっちゃ美味しい。国産サーモンって書いてあったよ。今思い出したけど。うん、ちなみにドイツにもサーモンあるもんね。ドイツにもサーモンあるけど、これほど美味しいかわかんない。これめちゃめちゃ美味しかった。今まで食べた回転寿司屋のサーモンの中でも全く臭みがないし、溶けてる感じはする。1貫しかないから俺追加するわ。信じて。じゃあ追加する俺。いいよ、大丈夫、信じて。なんで？だから追加して食べる。もう一個注文したら私も食べるから。次はエビなんだけど、これ見て。エビが全然。そう、違うエビだよ。2種類のエビ。やっぱり俺さ、思ったのはさ、なんか こっちケチったかなと思って。いや、違うよ。ちっちゃいじゃん。違う種類なんだね。違う種類だよ。まずは醤油。まだ俺一貫も食べてないんだけど。めっちゃ美味しいよ。うん、そんなに他のエビと比べるとそんなにプリプリはないかもしれないけど、うん、味が濃い。めっちゃエビの味がこう入ってる。
凝縮されてるね。ちなみにプリプリのエビといったらこっちだね。これは生エビ。あ、これ俺、うん、あ、俺、ありがとう。たまには俺にくれるんだね。1個だけは。ありがとうございます。1個だけ。これは自分で食べるの。でかいエビだよ、これ。めちゃくちゃでかいじゃん。これも美味しい。まあ、エビ大きいからめっちゃ。レナの大好物だもんね、エビが。次は何いきますか、社長さん。悩みますよ。まだね、サーモンでしょ、イカでしょ。イカはタカが食べる。これもまたエビだからね。エビアボカドだよ。これは山盛りビーフ、ローストビーフみたいなやつ。そうだよ、見て。どうなってんの。いや、あ、ご飯に2個ついてる。そうだよ。あ、ついてるけど、あのご飯2個ついてるからローストビーフ一気に全部食べたら俺白いご飯だけになるから気をつけてね。そうなの。こんな感じで。もはや寿司かどうかは分かんないけどね。あの、そうだね。ローストビーフ丼やん。うん、めっちゃ美味しい。もうローストビーフ丼だよ、中に、ね、そうだよね。ネギがついてて、で、このタレが美味しい。ちなみに海外のお寿司屋さんもさ、あるじゃない、ドイツにも。こういうさ、なんていうの、ネタじゃないけど、創作寿司みたいなのもあんの。ないんじゃない。例えばステーキ、ステーキ寿司とかさ。変なのがドイツにあるでしょ、揚げたお寿司。あ、天ぷら寿司とか。いや、天ぷら寿司じゃなくて、お寿司が天ぷらになってる。はい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 、この2つはどっちかというとちょっと海外っぽくない。確かにね、創作寿司って感じするもんね。そうだよ。これがモッツァレラ、だからイタリア風で、これがエビアボカド、何アメリカ風なんだろうね。マヨネーズもついてて。確かにいや、これ絶対に美味しいよ。サーモンとモッツァレラにバジルソース、なんかタコでやっても美味しいかもしれない。あ、タコモッツァレラ、うん、提案すれば、うん、この動画を見ているスシローの開発担当者の方、そうだねタコモッツァレラ作ったら外国人に受けるかもしれません。いや、これめっちゃ美味しいよ。ちなみにこれさ、190円だよ。安いね。1貫100円しないぐらい。もう1個食べたいぐらい。ちなみにドイツで寿司行くと、うん、1貫いくらっていうシステム両方あるよ。あの、1貫いくらシステムあるし、あとはあの食べ放題があるよ。もう食べ放題だったら本当に寿司のクオリティがめちゃめちゃ落ちるから、あんまりおすすめできない。ちなみに1貫いくらのお店とかに行くと何ユーロぐらいするの。これが4ユーロ。4ユーロ、それ日本の高級寿司じゃん。そうだよ。だから普通の人は食べに行けません。え、どっちが美味しいの。例えばさ、海外の4ユーロのお寿司と日本の同じぐらい美味しいの。あ、こっちの方が美味しいの。絶対にそうだよ。海外のお寿司は残念ながら難しいね。もう一回日本の回転寿司とかコンビニにあるお寿司とか、あ、売ってるね、たまにね。あの、そのお寿司を食べても、そのお寿司がドイツのお寿司より美味しいよ。そのレベルなんだ。それやばいね。ご飯が硬い、なんかネタが小さい、そのご飯の割に小さい。またビアが来た。私の話を聞き。じゃあさ、海外でお寿司でも、それでそれしか分かんなければそれ美味しいと思うもんね。それがポイントです。だから海外から来た日本外国人はさ、日本で寿司食べると感動するんだよね。そうだよ、みんな感動する。はい、ください。これが私の一番好きなお寿司かもしれないよ。これちなみにスシロー以外にもあるじゃん。アボカド、エビ、なんかそうだ、だけど最近のことなんじゃない、わかんないけど。絶対入れな、これ頼む。アボカド寿司もっとあった方がいいよ。以前のくら寿司の動画でも言ったんだけど、アボカド寿司は日本にもっとあった方がいいよ。日本人からするとちょっと物足りないんだけどね、アボカド寿司。うんうんうん、幸せ。アボカド巻きとかもあったら嬉しいんでしょ。あのカッパ巻きと一緒で。外国人の目線ってよくわかんないよね、正直。そうなの。社長が追加してます。めっちゃある。バンバン追加してます。本当に このメニューに種類がありすぎて選びきれないよね。そう、はい、またバンバン来まして、来始めました。コーンとネギトロ、レナの一番好きなやつ来た。カッパ巻きです。着々と増えております。注文が進みません。到着するたびにどん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 メニューに出されるから。いや、だから注文が進みません。注文しすぎたっていうことだよ。じゃじゃん、また来ましたよ。また来た、大量サーモン、トロタク、マグロだ。え、サーモンと
エビだよ。エビとサーモン。本当サーモンエビ。とカツオ、コーン、カパ。それは私の子供ネタで、これはタカの子供ネタ。これうまいよね、一番うまい。カッパ巻き。カッパ巻きってどこで食べても変わらないでしょ。うん。高級寿司でもさ、スシローでもさ、クオリティ変わんないんじゃない？多分。うん。おいしい。また来た。だからカッパ巻きはどこに行ってもめちゃめちゃ美味しいから失敗がない。絶対外れないよね。じゃあサーモンとエビのチーズバジル、どっちが食べたいの？俺はエビ。いや、サーモン。どっちでもいいよ。決めろ。レナが食べたい方を食べていいよ。何食べた？サーモンかな。まあ、みんなさんが知ってるかもしれないけど、私はチーズが大好きです。絶対美味しいよね、これ。チーズネタが最高。チーズ置いて、この皿置いて、とりあえず。喧嘩になるよ。トロタク。この組み合わせ多分あの人生初だと思うよ。基本的にいつもネギトロいつもしか食べてないよ。でもちょっと食感がいいかもしれないね、これ。うん、食感がいい。味もとろりのマグロのあれのめっちゃ、うん、カズノコ食べてみる？レナがあんま食べないカズノコ。なんやその顔。大丈夫、お任せします。マグロ来た。最後にマグロを食べます。赤身と中トロ。中トロどっちが好きなの皆さんは？赤身、中トロ、大トリ。大トリじゃないよ。大トリは鳥？ヒョッ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 じゃなくて大トロ。どっちが好きですか？赤身うまいよね、さっぱりしてる。タカは？これ赤身。私も赤身かもしれないけど、まずは中トロ。うん、おいしい。本当においしい。ちなみに海外でお寿司食べるときさ、うん、マグロはさ、これ王道？鉄板？日本だとマグロはやっぱり寿司の中で王様なんだよね、イメージ。いや、マグロ高いよ。海外でさ、寿司で高級ネタってどんなイメージなの？何なの？エビ？サーモン？マグロ？マグロ。マグロが高いよ。そこは一緒なんだ。あの、取れないよ。海外だと？いや、ドイツだと。海外だとドイツだと。そうだね、輸入するしかなくなるのか。そう、めっちゃ遠いところから輸入するしかない。ドイツでもマグロは高級なんだ。え、俺のやつ食べたよ。え？は？え、俺がさ、レナが中トロ食べて俺が赤身って約束じゃなかったっけ、うん、頼まなかんな。いいよ、うん、なんかスシローがなんかマグロで有名って聞いたことあったけど。そう、マグロはね、多分スシロー有名だと思うよ。この値段でこのクオリティができるのがスシローだけかもしれないよ。相当うまかった。相当うまい。赤身と中トロ、うん、どっちが好きだったかというと中トロの方が好きだった。まあ中トロは高いからね。あ、そう。いやでも倍ぐらいするんじゃない？そう思ってなかったよ。まだ頼もうとしてんの、社長さん。いや、あれ見てこれ、今どんだけ食べた？20皿ぐらい食べたんじゃない？何？デザート。あ、デザート。デザート。もうネタは大丈夫？もうお腹いっぱい？さすがにこんだけ食べるもんお腹いっぱい？なんだよ、回転寿司に行くとお寿司が一番メインじゃなくてデザートが一番大事なポイントだよ。ファミレス行った方がいいんじゃない？ファミレスみたいなもんでしょ、お寿司は。回転寿司はみんなデザート食べたいよ、絶対に。子供とか喜ぶだろうね、こんだけいっぱいあったら。大学芋がある。来ました、これカタラーナ。また文句があるんだけど。何？見た目的にはあんまりなんかいい感じにカットしてないよね。でも味が美味しければ全て良しだからね。そうだね。しかもさ、俺のカタラーナに文句言わないでもらっていい？しかも俺のカタラーナ俺より先に食べないでもらっていい？うん、二口目いったよ。レナがなんか来るんでしょ、自分が頼んだやつ。あ、これ美味しい。返してもろっていい？私のあれが早く来ることをタカが祈った方がいいよ。 DV だねこれ。旦那の飯を食べて旦那に飯をあげないという DV だねこれ。今日の動画のタイトル決まった。嫁が DV 化しました。到着した際にはレナのやつ来た。え、これ食べやん。美味しかった、カタラ。はい、食いかけが残りました。富士山よ、うん、パフェ頼んでる。パフェ頼んでやがる、うん、めちゃくちゃでかいじゃん。いや、私はあれだよ、チョコが大好きだから。これがさっきあの待った時に見てよう食べれるね。10皿以上さ、お寿司食べてさ、すごいな、本当に。絶対に食べたいと思いました。
美味しい？美味しい。あのカリカリのが。あ、バニラアイスか。うん、ミルクアイス。バニラアイスとミルクアイスと違う。チョコミルクアイス。うわ、カロリー多そう。Yes。カロリーの塊じゃん。うん、これがなんか、うん、スシローに何カロリー書いてないね。よかった。あ、確かに書いてないね。知りたくないので。書いてあるのかな？俺らが見つけた。知りたくないので。書いてないのが幸せだね。そう。食べきりましたね。ごちそうさまでした。ちなみに今日は1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,15,17,18,19,20,20皿、2人で20皿。回転寿司の楽しみ方の一つは最後にあの何皿食べたかを見ることだよね。あ、これのだっけ？飲み物。飲み物か。ビール2杯とコカ・コーラ2杯。Yes. ペプシ2杯。皆様は大体回転寿司を食べるときに何皿食べますか？どれぐらい食べるんだろうね。私はでも大体そこまで食べない。でも大人だったら20皿ぐらいいくんじゃない？1人で。今2人で20皿だよ。でも俺5皿ぐらいだよ。レナ15皿ぐらいいったと思うよ。俺ビール飲んでるから。だから何？2人で20皿だね俺ら。 Yes。 今日の一番おいしいネタは何だった？タカさん、サーモン。サーモンうまかったよね。国産サーモン一番美味しかった、まあ、あとコーン、コーンもうまかった。安定のコーンだった。皆さんの一番好きなスシローのネタは何かコメントで教えてください。今日まだ食べきってないからね。全然もう本当にもっと食べたかったけど本当にもうお腹いっぱいすぎて。次来る時にさ、みんなのさおすすめネタを食べようよ。Yes。 なのでこのタイミングでこの動画を終わりにします。楽しかったならぜひいいねボタンを押してください。チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でも会いましょう。バイバーイ。